めちゃくちゃ生えてます。人生の豊かさが広がりそうだなっていう。富名声も全部手に入れ、髪も手に入れて、全部ウィンウィンですよね。最弱パーティー大ちゃんさんです。中3から卒業あたりから開け始めて、帽子かぶったの。僕も知ってこうって思う。したら僕の頭皮見て帰るっていう青春時代を僕はもう髪で損してるの。今回 AG1 グランプリ優勝者だけだったんですけど、はいはいはい、大ちゃんさんに彼女を作ってほしいなと思ってたので、AG 治療をちょっとサポート、マジですか？はい、プレゼントさせていただきたいなと。この内容と、いや全然ダメじゃん。もう壊滅してるじゃないですか。壊滅です。実際に打っていきたいと思います。はい。うわ。はい。パタンダーっていう方針が多いですね。うん。僕は。これもっさもさにして、彼女も作るし、人生もハッピーにしたいんで、絶対林海です。頑張ります。よろしくお願いします。塗っていくのがいいって書いてありました。2回目の手術に来ました。行ってきます。治療してだいたいちょっと今2ヶ月くらい経ってるんですけど、これ1ヶ月くらいを毎回もらって、朝ごはん食べた後とかにこれを飲みます。治療始めて今もう3ヶ月くらいになったんですよね。最近友達とか会った人にめちゃくちゃ生えたねって言われるようになりましたね。いやすげえ効果っすね。青春時代を僕はもう髪で損してるんですよ本当に。彼女も作るし、人生もハッピーにしたいんで、絶対林海です。頑張ります。あ、どうです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここがご実家。あ、そうですね。もう思い出の場所みたいな。いや、ちなみになんですか。今日初めてここ来たんですよ。え、ちょっと知らない人の家入んない方が。違いますよ。一応実家ではあるんですけど、なんか転々としてるんですよ、実家が。あ、なるほど。だからなんか2年前くらいに引っ越したらしくて、はい、でそれで初めて今日来たんですよ。なんか僕もある意味ルームツアーですね。自分も初見ですね。おかんです。はい、おかんさん。こんにちは。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。久美子ですね。今日はですね、大ちゃんさんの過去を、過去振り返ろうというところで、いつから、まあ、そういうチョコがあったのかと。あ、チョコですね、確かに、まあ、アルバムもあったりするんですか。 ありがとうございます。あ、お願いします。これが小学校で、中学校ですね。じゃあちょっと小学校のアルバム、小学校から行きますか。見ていきましょう。はい、何組だったんですか。確か2位ですね。あ、いたおぉ、すごい優等生キャラなみたいな。いや、そうですね。クラスの中ではどういうキャラだったんですか。やっぱ、笑いを取りに行くキャラだったんですか。ちょっとアホ役というか、まあムードメーカーみたいな感じでしたかね、あんま分かんないです。いや、小学校の頃マジで女子と喋ったことがほぼないんで。へぇ、この前だ、小学校の同窓会行ってきたんですけど、はい、女子がなんか誰か分かってませんでしたね。続いて、はい、ちょっと中学校なあ、まあ10年前ですよね、言っちゃえばこれっす。ちょっと重来てるんですよね。ちょっとでもなんか面白そうなことしそうな。そうなんですよ。中学校はさすがに女の子と話して。ああ、そうですね。でもこの時は大半だから、もうここら辺にいる可愛い子全員告白したんですね。もう、まあ、中学で僕47人くらい告白したんですけど、いやもう嘘だと思われてる。絶対で一人だけ付き合えたんですけど、はい、まあ3ヶ月くらいいけたんですかね。はい、はい、話したらもう別れるよみたいな感じだったんですよ。はい、で僕自慢したい人なんで、はいはいはい、その付き合った日に言っちゃったんですよ。でその日に全員にバレたんですけど、3ヶ月間そのバレてないことをその子にバレないようにしました。みんなが、むずい。次はあれっすね、その
寄せ書きみたいな、はい、2年間ありがとう安永は面白かったムードメーカー芸人頑張って一応なんかちょっと芸人なれよみたいな感じでちょっと言われててじゃあやろうかなみたいな感じだったんですよね、はいはい、お母さんにも芸人になるみたいな話をしてたんですよ中学校高校に一応行ったんですはいで定時制の立川に行ったんですはいその時に担任の先生に言ってましたねだから僕はここにいる意味がない一旦定時卒業した後に芸人になろうと思ったで定時通ったんですけどその定時についていけなくてだからもうこれ無理だなと思ってもう一直線芸人になろうと思ってもうお金かかるのも一応お金かかってたんですよ定時もやっぱり、はいはいはい、もうきっぱりやめてもうフルでアルバイトしよう芸人 その養成所費を貯めて、はい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 、って感じで18くらいに養成所入ったって感じですへえ今のメンバーもそこで出会ったみたいなあそうですそうです、まあ、卒業しその養成所卒業してからなんかそうやって今のグループやってるみたいな感じですそろそろちょっとこう前髪がなんかちょっとずつなくなってきてるなっていういや僕は気にはしていたんですけど、はい、普通そのハゲてる人ってそこまで周りにつつかれないじゃないですか、はいはい、ちょっとなんか失礼だからみたいなのあるじゃないですか、はいはい、でも養成所ってそういうのがないんですよそのモラルみたいなのが、はいはい、あのちょっとあっちもその笑いで来てるんだろうなっていうのがあるんで、はい、養成所に入った瞬間にめちゃくちゃハゲって言われになったんですそっから意識し始めましたね。お、俺ハゲてんだと思って。ハゲからできたわけじゃないんだけどなっていう。まあでも、周りからしたらそれで売りに来てんのかなと思います。という感じですよ、マジで。あ、そうなんだと思って。息子さんの、その、髪のなんか具合というか、は、なんかいつからもしかしたら薄いのか。で24歳だけどハゲハゲって言ってる時はなんでそんなにハゲてんのって思ったからねそこで初めてそうよ気にしてなかったの全然親もうんいやこれこっちがおかしいっすよ息子さんに、うん、なんかこうメッセージというか治療ってこれからどうなるんですかまあ一応生えてくるんじゃないかってことでこれ以上じゃあね前に24歳の時に彼女を募集したじゃんはいはいはいじゃあ25歳になったけど髪の毛ふさふさになりますね、うん、もう一回募集してみますかおー違うと思うよじゃあふさふさになってでそうそう彼女作りなさいみたいなってことですねもう一回やってみてくださいはいわかりましたやだなだここの丘とかでも結構友達と遊んでましたね、この辺で恋バナとかずっとしてましたね今誰好きなみたいないや青春ですねいやめちゃくちゃ青春でしたね、本当にそう思うとうわー、ここら辺懐かしいですねまあ一応 AGA 治療しているじゃないですか、はいはい、なんか髪が生えたらこれやりたいなとかああなんかあったりしますかで出会い系の宣材写真が大半帽子かぶってるやつなんですよはいはいはい宣材写真宣材写真っていうかプロフィール写真ですかプロフィール写真が大半帽子かぶってるプロフなんですよ、はい、だからもうそのプロフをもうなんか帽子抜きで撮りたいですよねおーまあでも最終的にはまあ彼女とかができたらもうそうですそれが一番バンバンじゃないですかもう全体的な今後の目標をちょっと教えてください髪を一旦染めたいってのもあるんですよなんかすごい僕インナーカラーに憧れてて、はいはいはい、髪が生えたらその一旦インナーカラーとかカラーで髪の毛を遊ばせたいってのがあって、はい、でそっからも結局派生すると思うんですよねそのまたモテるとかにもつながると思いますし人生の豊かさが広がりそうだなって芸人としての目標モテればいいなみたいなのがありますよね結局はなるほど髪生えた後もよりバズってお金も稼いでしたらもう富名声も全部手に入れて髪も手に入れて全部ウィンウィンですなるほどじゃあそこになれるようにまずはそうですねうちで AGA 治療からはい頑張りましょう、はい、引き続き引き続き頑張りますありがとうございますありがとうございますWe'll be right back.
AGS 菌クリニックの公式 LINE では簡単に無料カウンセリングの予約を行います。友達登録するだけで治療費が 15% オフになるクーポンや最新キャンペーンの配信も行っていますので、薄毛が気になる方はぜひ概要欄から登録してください。